てなかったらごめんね。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。はい、どうぞ。後ろの人、本間えりなです。久しぶりです。はい、帯広観光、帯広十勝観光、今はどこに向かってますか？内帯高原です。内帯高原は十勝？十勝、上士幌。上士幌山奥にあります。はい、いいですね、一本道。ずっとね、一本道だからね。え、内帯高原はご地元の人はよく行く観光地？あんまり行かないですね。あ、行かないの？あんまり行かないよね。そうですね。え、なんで行かないの？なんか近くにあるとやっぱり行かない。行かないね。え、じゃあ帯広の人たちは普段どこで遊んでんの？カラオケ映画館。あ、映画館あんの？あるよ。イオン1個しかない。太陽、多分帯広だけだと思うんだけど、太陽グループっていう映画館が。え、ちゃんと新しいやつやる？新しいやつやる。コナンもやってたよ。いや、いいよね。早く函館行きたいわ、コナンくんの。コナンくんね。うん。寝ちゃった。映画館。最悪。寝る場面なんか1ミリもないけど、コナンくんの。なかったですね。だけど寝ちゃいました。考えられないんだけど、映画館で寝る人。もう。わっ、すごい。これも一本道。僕動画伝わんないんだよね。でも伝わるか。天国、いや天国のなんちゃらね、いっぱいあるんですよ。確かに。でもここもあるかもしれない。だって旭川の方にもあったしさ。あるね。あの、なんか早く面白い話してよ。面白い話ですか？ドライブトーク。おい、最近さ、もう、ストーンズと、4人のと、中リーサの YouTube しか見てないから。え、あれはタイムレス見た？名前変わって、あの、そうなるよっていう話をさ、一番初めの方にしてたじゃん、それは見た、ライブで。ちゃんとでも ライブ行ったんでしょ？行ったよ。私がさ、好きだよっていうグループには何かしら絶対何かが起こるんだよね、毎回。そうなんだ。いや、本当にそう。おい、嵐のライブに一回行ってみたいなって思って、でもファンクラブに入んないと取れないって言うじゃん、よく。だから、ファンクラブ入ったんだよ、チケット取るために。そしたら、お休みしますってなって、で、アムロちゃんも一回行ってみたいなって思ってファンクラブ入ったら、アムロちゃんは辞めますってなって、でも、その最後のドームツアー、当たってさ、しかも、札幌と東京最終公演が当たって、2回見に行った。すごい。札幌はさ、いないだろうなって思ったの、人が。あの、確率が高いかなって思って、札幌観光もしたかったから、初め札幌行って、観光して、まぶりちゃん好きだけど、なんていうの、一般的な好きよ。皆さんが思うような好きくらいで、ね、ファンみたいな感じじゃないけど、ファンからしてみたら、もう一番最後の公演だから、なんか泣くわけよ、周りが。で、安室ちゃんって MC をしないコンサートで有名だったらしくて、歌ばっかり、本当に。本当にずっと歌い続けるんだけど、一番最後のアンコールの前だから、アンコール終わった後だけに、喋ったの。なんか一番、やっぱ最後だから。そしたら、みんな、喋ったみたいな感じだし、みたいな感じよ、周りが。私はもうなんかどうしていいか分かんないよね。なんか、いや、そうだよねみたいな。すごい気まずかった。セクゾのそのライブ行きたいなと思って、たまたまチケット余ってたから行ったら、その後にケンティ抜けますってなって、まあいいなって思ってたら、熱愛が出るじゃん。はいはい、本当に何かあるんですよ、私が好きだなっていう人たちって。なるほど。だからあんまり言わないようにしてるんだけどさ。でも、え、菊池風磨はどのぐらいの距離で見えたんですか？いや、ドーム公園って車椅子席めっちゃ後ろなんだよね。もう天井につくかと思うくらいの後ろ。2階席みた
だったらいいけど、めっちゃ後ろの横端だから、うん、横からしか見えないんだよね。あのモニターしか見れないやつだ。でもモニターも正面から見れないよ。へえ。まあ、だからそれはもうそのアーティストさんの作りにはよるけど、うん、なんかすごい損。本当にドームで見る。トリプル A も見たことあるけどさ、横端だったから全然。内席って遠いもんね。いや昨日のバリバラ見たかったんだけど、あなんかライブ、そうだね、ライブに行こうみたいなやつね。うん、だからスタンドはもう無理だって言うんだったら、うん、ドームツアーとかさ、スタンド行きたいよ。そりゃだって顔見たいじゃん。うん、そうだよね。でもスタンドは無理だって言うんだったら、せめて真ん中の席なんか作ってほしいって思う。確かに。幕張メッセ、うん、でセカオワとワニマの対バンのライブに行ったことがあるんだけど、車椅子席が真ん中、うん、その会場からしてみたら真ん中の右端だったの。だからめっちゃ見えるし見えやすいし、チケットって初め抽選でさ、うん、前の方当たったのに結局めっちゃ後ろでしたって可能性があるわけよ、車椅子の人って。うーん、それってめっちゃ損じゃない？損だね。一番後ろの方当たった人が後ろなのは納得いくけど、うん、でもなんか代々木体育館もミセスのコンサート行ったんだけど、うん、2階だったの。あれは多分体育館だから元々の作りを生かしてるんだけど、なんか遠いのよ、全体的に。全部ディズニーとか真ん中じゃん、なんかあの真ん中だね、見るやつ、うん、映画館はさ、一番目の前のくせしてさ、うん、確かにコンサートが一番後ろなの何、うん、って思ってなんでだよって思うんだよね。そこ逆にしてくれたらすごい嬉しいんだけど、映画館一番後ろのコンサート一番目の前が、うーんだから一番前一番後ろじゃなく真ん中にしてくれたら、いろんな気持ちを抑えれると思うんだよね。妥協は真ん中。その帯広文化ホールにたまにさ、うん、いろんな人来るんだよね。藤井風さんとか、うんうんうん、8月にユーリ来るんだよね。え、いいな。そう、ライブ行くんだ、うん、でもさ、車椅子真ん中、うん、映画館でいう車椅子らへんだから、え、めっちゃいいじゃん。めっちゃ見えるのさ。だから多分地方を回って、だいぶ地方を回ってくれるアーティストさんのところに行けば、その文化会館系は、うん、多分真ん中が多いかもしれないね。うん、だまあやっぱドーム問題はドームだねえ、めっちゃすごいんだけど。すごいでしょ。内体高原にしてよかったでしょ。降りてから撮るかね。すごい。ね、奥牛だね。いや、いっぱいいるよ、右も左も牛が。いいね。日本ってどこ走っても日本なの。同じ景色なんだけど、うん、北海道と沖縄は違うね。そうなんだ。あ、違う。沖縄行きたいな。行ったらいいじゃん。こんなに広大な高原は北海道の中ではあんまりない。ないと思う。目あったらちょっと北海道知り尽くさないと、ユニバーサルツーリズム大使になれないよ、北海道の。なりたいよね。どうやってなるんだろう。他の人に取られちゃうよ。もう半分取られてるけどね。他県の人に本当だよねもう汚れもしない。もうこれドライブ動画1本できるから、イエイ。これ車椅子車だから、車椅子マークのところに止めてもらって、車椅子マークは多分一番入り口のところに。そこにある、そこに。あ、本当だ。すごいじゃん。内体高原着きました。ありがとう。てかお腹空いたんだよね。牧場集成。来る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 。すごい。パンサー、すごい。